どうもタブヤンです。邪聖剣ネクロマンサー続きやっていきたいと思います。前回このメノースの北にある洞窟を見つけました。まあ前回最後にねもう一回行こうかって言ってたんですけど、まあちょっと洞窟ね、なんかお金とかしか見つからなかったけど、一旦保留にして、まあ、もしかしたら何かこう重要なアイテムあるかもしれないけど、さすがになんか次の街とかでそれ情報あるんじゃない？うん。なのでまずは行けるとこ全部行きましょう。メノースから北東、この辺り行きましょう。行くぞ。洞窟はまあ覚えておこう。ちょっと同じとこばっかり行くとね飽きるからね。うん、みんなもうすでに飽きてるかもしれないけど17回目まで見てくれたヘビーユーザーたちならね、まあ見てくれるでしょう。お、敵出てこないね。珍しいよ、ここまで敵出てこないって。慎重に歩けばこれ敵出てこないんじゃない？ほら、何これ、このエンカウント率高いネクロマンサーで歩ここまで。ほら、ちょっと時間こっそり歩けば敵出てこないんですよ、これねえ。ほれ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 、急いで歩くからね敵が出てくるわけであって、これゆっくり何これ、ゆっくり歩けば敵が出てこない説。ほれ、いいんじゃないこれ、画期的じゃないこれ慎重に慎重に慎重に歩けば敵もね、敵にも気づか、だるまさんが、これうわ、これ裏技じゃない？マジで、あ、なんかあった。ゆっくり歩けば敵が出てこない、裏技発見したんじゃないかこれ。ほれ、何これ新しいネクロマンサーの遊び方見つけました。きたー、だ、一回も敵出てこず、ほこら。ちょっと地図にマークしようか。クーピーペンシルでね、今日もクーピーペンシル使ってます。この辺か、この辺ね、ほら、あ、ほころって書いてしまった。ほこら、こんなことある、敵出てこないって。隣の大陸には大事なものが隠されておる。だが海の怪物を操るダウルーの島の魔物を倒さぬ限り渡ることはできんぞ。あ、ダウルーの島、皆さん現地がここで、ダウルーって書いてるのがこれだね。で、新しい大陸っていうのはこの東の大陸のことを言ってんでしょうね。なるほど、ダウルーのにボスがいるのか、それを倒さないと渡れない。鍵で開けましょう。鍵消耗品だからね、これ。マイスともう一個持てるかな。魔法でマイスとアイラル、罠がかかっていなかったマイスと 1600GP、 10000GP 超え。OK、 セーブしておこう。まさかの敵と一回も戦ってないっていう、今日ね画期的な技を発見しましたよ。ゆっくり歩く、みんなで雑談しながらゆっくり歩こうじゃないか。ちょっとずつな、ちょっとずつ歩けばいいんだ。なんだって、みんなバトルが見たいって、今まで散々見たじゃないか画期的な動画を作ろうじゃないか。
戦いをしないネクロマンサー、これ誰も発見しなかったんじゃない、これ。みんな SNS で拡散してもいいぞ、ネクロマンサーの裏技。あー出てきたうわー、まだ検証が足りないか、これね。フリンカもめちゃくちゃ強いやん。え、以前なんかボスで出てきたやつじゃないのこいつ。フレア行くか。なんか街にボスで出てきたやつに似てるけどな。フリンカム、オッケー。今のはご愛嬌だな。でもゆっくり歩けばな、敵には合わないんじゃないか。これ北東行ってみようか。南側もあるけどね。ゆっくりゆっくりゆっくり。もうある、あーやっぱり急いで歩こうとすると出てくるぞ。フリンカム、フリンカム2体。フレア、これマイスとかあんま役立たないな。うわ、45のダメージはきつい。ライム57、フリンカム強し。マジか、これ回復魔法だな。ライル回復魔法、マイスト、マイスト回復薬。いやーマイスト死ぬー、やべえなこれ。ライル、マイスト、攻撃はライムだけで。ライル、マイスト急げ。オッケー、マイストの素早さがここで役に立つ。痛恨の一撃はやめろ。147のダメージ、嘘だー。防御、あ、戦おうか。これはもうスピード勝負だ。あーマイスト役に立つな。あ、また痛恨の一撃。うわーマイスト死んだー。ぐー、マジか、二人でいけるかこれ。マイストが死んで、痛恨の一撃出すぎでしょうよ。ここは体力全開で、先に進むべきか戻るべきかだねこれ。いやーここは戻ろか、敵強いからね。飛行石退却です。いや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 、参ったなこれ。蘇生はどこだっけ、ここかな。久しぶりに死んだね。マイスト 400GP 安いもんだ。天空にありし光を、心なき肉体早い。ヒットポイント1。いやー参った。あれじゃない、実はゆっくり歩かなくても敵あんまり出てこないんじゃないの実はね、うん、ちょっと待って、飛行石補充しとこうか。2個になったから。道具屋どこだっけな、ここかな。 OK、タブヤンが鍵と飛行石。まいったな。あ、これじゃ持てない。飛行石、結局得たのは情報と少しのお金か。よし行くぞ、まあ、普通に歩いてみようか。もしかしたらそれでも全然出ないんじゃない。この辺の敵はもうね倒せる。セーブしとこう、セーブしときましょう。この辺の敵はもう目じゃなくなったんじゃないかな。あ、ちょっと待って、宿屋でさ、あ、これ宿屋じゃないか。次のレベルまで、あ、ここだ宿屋。いいえ、次のレベル、タブヤン1600、ライム1700、マイス450。あ、もうすぐだ。3人ともレベル近いですよ。もう感覚がおかしくなってるかもしれないけど、2000とかだと1600とかだからすぐだな。よし、あ、やっぱり目いっぱい歩いたらすぐ敵出てくるぞ。
気のせいかもしれんけどね、フレアルト、あ、フレアルトいらんか、バーのついでか。さあ目指すは北東ね、北東に行きましょう。ちょっと一応地図出しとこうか。ここのね、メノスから先ホコラまで行ったから、さらにこのダウルーの島にかかるとこね、それからこの下のとこも行きたいね。うん、行こうか、さっき下のとこ行こうか。まあ下か上か、あ、どっちかがダウルーの島に繋がってんじゃない。行くぞ。これ目いっぱい歩いていくと敵出てくると思うんだけどな。やっぱりな、予想通りなんじゃないこれ。ゆっくり歩くと敵が出てこない説。でも今はちょっと経験値が欲しいから、あえて戦おうかね。うん、やってやる。この辺のやつらは余裕で倒せるからね。ただ強い敵がいるところは通用しないのかもね、ゆっくり歩く作戦が。目いっぱい行きますよ。アグミマイストがまさか痛恨の一撃食らうとはな。それさえ食らわなければさらに前に進んでたんだけどな。さあこれ南側行ってみよう、山沿いを。トライス、クリアで応戦だ。早く日本もね、プロ野球と J リーグ開幕しないかな。今ね開幕前に録画で撮ってるんでね、もう今頃ね7月ですからプロ野球も開幕してるはずですけどね。皆様いかがお過ごしでしょうか。プレイヤー一撃では倒せない、これだ、こいつの痛恨の一撃でさっきやられたんだぜ。ちょうど1万 GP。 さあメイ、あ、セオリカス、はじめましてだな。フレアで挨拶してやろう。絶対魔法使ってくるやつだよねこいつ。弱い、魔法使う前に倒した。経験値70。ちょっと、あ、白か町か発見。え、え、何これ、ちょっと汚れてない。え、また敵に荒らされてるとかか。情報収集しよう。魔法屋、魔法といえばライム。わー、何これ、ちょっと待ってね、説明書見ますね。みんなは GC 祭から見えないと思うけど、フレアルトは持ってます。グフト、グフト毒の魔法だって、攻撃魔法かな。あ、これちょっと覚えたやつをね、色塗っとかないとな。ライムはフレア覚えてます、フレアルトも覚えてます。で、グフト毒の魔法必要 INT。 なんか黄色になってるな。でもちょっと待ってね、強さライム、これ INT っていうのが必要なんだよね。85か、ライム。ちなみにタブヤンは56、マイストは50ね。まあライムが80か、他の2人は、50。となんで黄色になってるんだろうね。サズン、サズンが雷の魔法、あ、グループ攻撃できる。86。え、86。
85だったよね確か。サズンでも欲しいな。あとはエマイカ。エマイカってなんだ。ちょっと欲しいやつこっちにメモしとくね。サズン9200。またお金かかりそうだな。サズン9200ね。これがライムね。ライム。それからエマイカ。エマイカ説明書によると、あった、敵の魔法を封じる。あ、ドラクエでいうと魔法トーンか。必要 INT90 集団。まあでも欲しいことは欲しいか。エマイカ、エマイカが8800で使えるのがあ、マイスとしか使えない。これは無理だな。その INT が全90だから全然無理だね。ゼライル、ライル、ゼライル、ゼライルってライルのすごいやつじゃないの。ほら、ヒットポイント回復大だって。タブヤン、ライム、あ、マイスとは使えない。そうなんだ、これ必要 INT100 だってさ、誰も使えねえ。ゼライル9100。でもタブヤンとライムね。ただこれだいぶ成長しないと使えないね、ゼライルは。まあでも将来絶対いるようになるんだろうねこれ。今当面欲しいのはサズンか。ただこれ魔法、もしかしたらね武器とか持ってるかもしれないから、ちょっと後にしよう。 OK、 まずは病院で回復か。なんかこれほら地面が傷んでるのが気になるな。こんにちは、村の人なら教会にいるぜ。もう頼れるものは神様だけだからな。道具屋。何が売ってる。あーはーはーはー、あ、なんか狭いねここ。防具の店、はいはいはい。武器の店もあんのかな。あ、武器の店はないのか。防具だけ覗いてみよう。チェーンメール、シーマシルド、ヘルム。またまた説明書の出番です。あ、チェーンメール、ちょっと待ってね。今みんなの装備、タブヤン、リングメイル、盾はシルド、チェーンメールはタブヤン、マイストが、装備できます。ライムは装備できません。それから、シーマシルド。ああ、あ、これもタブヤンとマイストだけでライムは装備できません。それからヘルム、あ、カブト初めてじゃない。今あの頭何も装備してなかったような。ほら、あ、これもライム装備できません。 OK、 じゃあちょっと待てよ、早速買おうか。防具の能力見とこうか。AC っていうのが防御力だよね。タブヤンが42ね。はい。で、マイストが、だからライムは防御力を上げられないけど、マイスト35。よし、防具優先で買い物しよう。タブヤン、全部買うか。まずはタブヤンを最強にするか。
そうしようか。タブヤンチェーンメール、はい。さらにタブヤンシーマシルド、これ以上物を持てない、めんどくさ装備タブヤンチェーンメール装備、まあこれ全部買ってからステータス見ようか。めんどくさいね、物を売るタブヤン、いらない物、あリングメールを売ってと、はい。で次の装備シーマシルド、はい。で、装備タブヤン盾シーマシルド、さあこの3点セットまとめ買いするから、あちょっと待って、まとめ買いするから安くしてほしいな。シールド打って、で最後に、いや初めての兜、もう革の帽子とかか、その辺で装備しとけばいいのに。ヘルム装備、違う、兜ヘルム装備。さあ先ほどタブヤン、あごめんね、これ邪魔だったねカメラが。先ほど42位でした。防御力いくつになってるでしょうか、お楽しみの。ほい62、これはでかいんじゃない、20アップ、これでかいよ。マイストも同じようになるのかな。よし、マイストチェーンメール、マイストのチェーンメール装備できます、はい。あもうお金ない装備マイスト鎧チェーンメール、ティールペルツ打ったらなんとかなるかな。物を売るマイストティールペルツ、はい。全然足りない、ライム、うわなんか道具でいらないもんないか、ないか、ないな。あーシーマシルドとヘルム、これ買いたいね。よし周辺でお金貯めて買おう。いや20アップは大きいよね。マイストあと2つ、マイスト買おう。で教会にみんな集まってるって言ってたな。嫌な世の中になったわね、平和な頃が懐かしいわ。ここから東に行った島には恐ろしい怪物が住み着いておる。あこれがあれだよね。でこの町の名前まだ聞いてないんだけどな。そいつらがやってきては暴れよるんじゃ。おかげで村人たちはみんな家に閉じこもりっきりじゃ。うわコロナウイルスのなんか自粛みたいなもんだね。外に出られない気持ちはね、全世界のみんなが今分かってますよ、うん。ここの町、ここにね町ありました。町の名前は今のところまだ分かりません。でさっき島って言ってたのはこれだよね、ダウルーだよね、ホコラでも言ってた。あ神父様祈りなさい、我々には神に祈ることしかできません。いや神頼みだけじゃない、自分たちで行動するんだ。あいっぱい人いるな。あ神様このシュルクを救って。あ町の名前シュルクか、人の名前みたいだね。 OK シュルクって書いておきますね。シュルク、ちょっと字が読めないけど、シュルク。おお神よ、神様なんて信じてないけど付き合いでね。あわかるその気持ち、畜生これじゃ商売にならねえや。何魔物と戦ってるだって、やめとけ、まだまだ強い魔物はいくらでもいるんだからな。いや私たち自身も成長するから大丈夫だ、いくら祈っても潰された家が元通りになるわけないけどな。
あ、なんか立派な教会だね、ここ。周囲を、神父様、これセーブですか？おう、あなた方が魔物を倒して歩いているという勇者様ですね。しかし少し遅かった。我が村の宝、ヒルトの聖杯はこの間の魔物の襲撃の時に持ち去られたのです。なんだって？奴らがあれをどこに持ち去ったのか。わからない始末、お役に立てなくて申し訳ない。いや絶対ダウルー島に行ったんじゃないの。セーブポイントもないのかここ。よし。でもここでね、魔法と防具売ってるのは大きいですよ。まずマイストの防具をちょっと買おうかな。うん、周辺敵強いかな。一番橋、あ、橋がかかってるよ、東に。ん？橋かかってんね。フレアルト、メール、これ強かったよねこいつ。ミオンなんか通用しないよな。防御しといた方がいいかな。防御マイスト、タブヤン12か。でもまだマシか、このメールは。それほどの攻撃力じゃないな。ライム49。違う、タブヤンがあれだ。防御力上がったからその程度で済んでるんだ。そういうことだね。フレアルト、ライムを回復。ほら、ライムは40もダメージ受ける。これライムの守備力が課題だな。マイストレベルアップです。いやこれ結構敵強いな、ここ。でもこれ INT 大事だね、魔法力がないとさ。あ、しまった、ね、ちょっときついよな。橋がかかってるってどういうことだろうねこれ。え、ダウル島につながってんのかこっから。これ絶対渡ったら敵強くなるんじゃないの。ダウルー島に侵入しました。いけんのか。セオリカス、フレアルト。ただこれあれだな、シュルクっていう町に。あ、効かなかった。うわ、フレアルトすんのかこいつが。やべえ、効かないのか。あの飛行石使うとメノスに戻っちゃうよねこれ。まずはマイストの防御力を上げたいな。1500、なんか2400、3000ぐらいまでお金貯めたいね。戻ろうか。フレア、こいつが強いんだよな。ライル、うわほら、あ、必殺、タブヤンが必殺した。フリンカムが必殺されたら死んじゃうからね、ライムとマイスとは。いけいけいけい。やるぜ。ああ、また来た、痛恨の一撃、死んでもだーくわー。ということで今回はここで区切りたいと思います。次回お金を少し貯めて回復して一旦メノスに戻ってシュルクでみんなとね再開したいと思います。目指せダウルー島、次回もお楽しみに。さよなら。敵強い。